はいどうもこんにちは、国有でございます。ヨウムダニョン。今回は京都市営地下鉄東西線渦政天神川駅に来ております。今回は地下鉄ではなくあるハイスペック車両に乗っていきます。ということで来たのは京阪急新線800系。地下鉄とは家京阪も乗り入れてきます。どの線がハイスペックなのかはしばらく乗るとわかります。楽しみだにょん。それでは乗っていきます。まず地下鉄線内にクロスシートなのが珍しいですね。それでは発車。地下鉄にクロスシートが慣れないからか知らんけど加速が速く感じました。普段あまり電車乗らないからわかんないにょん。わかりにくいけどこれが地下鉄の車両。京阪は4両だけど地下鉄は6両あるよ。少し飛んで烏丸を行け。地下鉄烏丸線と近鉄京都線方面と乗り換えできるよ。京都市営地下鉄は何かしら直通してるにょんか。三条京阪です。京阪本線、王東線と乗り換えできます。かつての京神線はここからでした。当時は地上から出てて平洋軌道でした。現在は三朝木からです。地下になったことによって京都市の中心部に出やすくなったにょんか。そしてさっき言ってた三朝木です。ここで地下鉄線とは分かれ京阪京神線となります。あとここは4番線まであり上下2層構造になってます。よくわかんないけどすごそうだにょん。京神線区間になると地上に出てきます。地下鉄じゃなくなったってわかりやすいと思うにょん。京阪山科です。 JR 東海道本線、湖西線と乗り換えできます。さっきまで乗り入れてた東西線にも山科があるけど京阪の場合別途料金が必要になります。乗り間違えに注意したいにょん。その後は住宅地を縫うように走っていきます。さっきまで地下鉄を走ってたとは思えないほどカーブと坂が多いにょん。それがこの路線2つ目の顔、勾配と急カーブを走る登山電車やね。地下鉄と登山電車か。両方走れるこの車両は確かにハイスペックだにょんね。キュルキュルと言いながら坂を登っていくね。ここに来るともう滋賀県でしょうか。滋賀県って近そうで遠いからあまり行かないし新しい体験をしてるみたいで楽しいにょん。滋賀県をこの車両で初上陸となると確かに楽しそうだね。少し走ると周りは崖だらけになり山の険しいところを走ってるというのがわかるね。神戸電鉄よりもすごそう。列車は最後の駅の上栄町を発車。ここから3つ目の顔があらわになるよ。どんな顔なのか楽しみだにょん。道路が近づいてきたと思ったら走ってるのは道路の上。そう、3つ目の顔は路面電車だよ。地下鉄に登山電車に路面電車、目が回りそうだにょん。すごい急カーブを曲がりますと終点の琵琶湖浜大津に到着です。ちなみに外から見るとこんな感じです。すごいカーブだにょんね。しかも車両が長いにょん。ってことで到着。最後に見送って終わろうと思います。いやー、地下鉄から登山電車から路面電車になるこの路線、鉄道があまりわからない、私でも楽しめたにょん。おお、それはよかったよ。ではこの動画はここまで。ご視聴ありがとうございましたがにょん。